はい、皆さんこんにちは。元気な和人です。今日は3月4日水曜日、時刻の方は11時9分です。はい、ぴよっ、ね、テレビの話題がね、結構食いつく方結構いるよね。家電は面白いよね、本当ね。前回はスズさんね、ハイセンスのジョイグレードのテレビや、あの直下型バックライトでも画面が隅っこがね、綺麗だよっていうことでね、投稿があったのでその動画を作りました。で今回はね、さっきね、よいしょと、今度はね、のりのりさんからねコメントをいただきました。で36分前ですね、おじいが動画作ってる最中にコメント来たんだね。安物買いのジェニー取材ってことですね。ビエラは全く四隅が暗いということはありませんね。コメントをいただいたのはこの直下型のね、原理ということで、まあ、こういう原理だからね。でこのことに関してなんだけれども、まあ価格コンボを見てもらえば分かるんだけど、一流メーカーのね、例えば東芝だっけかな、ね、あのいろいろあるんだけど、一流メーカーの10万円台20万円台のテレビでも同じことを書き込まれている方がいます。いっぱいいます。で検索すれば分かるように、この安物だからダメとかね、ビエラだからいいとかそういうもんじゃん。ビエラでもダメなものはあると思うよ、絶対ね。でパナソニックの場合は、おじいが説明しているように、パナソニックの場合は国内でおじいが、知る中でというか、まあ、おじいはずっとパナソニック長く使ったけど、パナソニックっていうメーカーはね、家電に関してその一番その消費者の圧倒的多数の消費者の目線から見た使いやすさとか綺麗さとかそういったもの、だソニーとかそういうところはほらこだわりがあるでしょ。黒のしじみとかね、三菱にしても何しても、そうじゃん、東芝にしてもいろいろね、各社のこだわりがあるんだけど、このパナソニックっていうところはね、おじいも確実には言えないんだけど、ここ確かね、いろんな部門で女性がもう言いたい放題いろんなこと言って、で男性の開発チームがうわー無茶なんだよ、押し付けられたよみたいな感じで開発するようなのをなんかテレビで見たようなことがあって、でそういうのがあるからだと思うんだけど、とにかく目線がもう誰でも使える、例えば女子の目線でこれわかんないとか、もっとこう簡単にとか、ここ見にくいとか、これ意味わかんないとかね、そういうのも本当簡単に。だからパナソニックって昔からこうなんかこう説明がこう出てくるとかね、すごい親切なんだよ昔から。パナソニックはカメラいい子にしても何にしてもそうなんだけど、パナソニックのものっていうのはもうとにかくこれ買っときゃもうどんな知識がない人でもとりあえず間違いがねえっていうね。で最低限パナソニックわかんねえっていう人もいるかもしれないけど、じゃあ最低限そこまでいかないと他のものを使えねえよっていうね。パナソニックの場合はどっちかというとこうデザインとかこういろんなものも含めて全部ね、おそらく女子が関わってるんだと思う。かなり強い開発の一個手前のところでいろんな意見がなもんで、隙がないっていうか、おじいから見ても文句のつけどころがないんだよ、パナソニックっていうのは。いろんなメーカーのやつ見てきて、その代わりそれとトレードオフで、まあ、その分ちゃんとお金もらえますよっていうね、やっぱそのパナソニックのこの一流ブランドの姿勢っていうのは、これは時代の変化はあってね、品質とかいろんなものはあるにしても、このパナソニックの家電製品っていうのはおじいはもうなんていうかな、こういい意味でね、ここだけは崩さないっていう、高級志向の時もこう安いもの志向の時もやっぱりこう最低限これだけのものを作るんだっていうのがパナソニックだなっておじいは思うんだよ、おじいはもうね。なのでいろんなね、メーカーのやつ比較見ると
パナソニック必ず比較対象になるんだけど、パナソニックはもう何て言うかな、もう何も考えないでお金があればパナソニック、もうあともうパナソニックを持っている満足感と、もう近いば近いほどニヤッとするね、だからあのこうパナソニックユーザーから見ると他のものがね、まあ、他の国内メーカー別としてね、まあハイセンスとかね、そういったレベルのやつね、あのおじいが買ったアイリーとかね、アイリーショーヤマとかそういうのも含むよ、そういうこうなるべく安くいろいろコストダウンしながらね、よく中華製中華製って言うけど、そこら辺のやつと比べたらもう次元のレベルが違うんだよね本当に。だからこう比較対象に出されてはちょっと失礼よみたいな、そういう感じなんだよね。で今はいろんな一流メーカーがもう名ばかりブランドで中身がもうまんまね、そこら辺の足元変わんないんじゃないかっていうものがすごく多いでしょ。でパナソニックはもうその中の1個に入ってるけど、その中でもパナソニックは落とせないところがよく分かってると思うんだよ、ここは。なもんでね、こう普通の人が思うテレビっていうのはこういうもんだよね、こうやって見て当たり前だよね、この反応速度でこういう色具合で、でああだこうだって、この当たり前、昭和の時代だったら当たり前ね。でこれが今安かろう悪かろうになってきて、それが当たり前にはなっていかないのがパナソニックだと思ってるんだよ、おじいは。なのでね、パナソニックに関してはもうこの今新しいラインナップを見てもね、多分こう分かるのが、こっちは49と43と録画機能式と分かれて、まあ、多分録画機能はいらないからここの比較になると思うんだけど、比較っていうかね、ちょっとスペックの内容をこう見ていきたいんだけど、まあ、パナソニックっていうのはまあ多少エンジンがアップデートするとかね、まあ、細かいところで、まあ、今回は音を重視してるけども、まあ、解像度が 4K でサイズが49-43、こちら録画機能式っていうね。でもパネルが IPS パネルなんだよこれ、パナソニックは。これ最初の頃の動画でもずっと言ってるけど、パナソニックが選ぶのは IPS パネル、ね、こんだけ直下型バックライトがいろいろ生えてるけども、やっぱりこの IPS のこの利点っていうのはもうお茶の間家族でみんなが使うものっていう基本があるので、なのでもうどの角度から見てもちゃんと視野角があって、で色が崩れないっていう、ここの姿勢を崩さないというか、もう基本ターゲットがお茶の間のご家族なんだよね、マニア向けじゃないので。なのでもうこっから違うんだよパナソニックは、原点が。でまあそのうち技術が開発して安くできればこのバックライトの方にも行くかもしれないけど、やっぱりねこの VA パネルと IPS パネルは、まあ、見るともう圧倒的に全然違うので、なのでその妥協できる人と妥協できない人がいるけども、これはこういうもんなんだっていう原理の理屈をみんなが知ってるわけじゃないから、私わかんないみたいな人でもわー綺麗ってわかるように、もうその仕様を基本にするのはパナソニックなんだよとにかく、ね、だから今のテレビがっていうか、パナソニックが高いんじゃなくて、今の他のテレビがいろんな機能を落としてコストダウンしてここまで安く実現したよっていうのがあるけども、本来あってほしいものがどん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 なくなっていってるわけなんだよ。でパナソニックの今売り値がこれがね10万円切ってるんだよね、だいたい新しいやつが9万円台10万円やっと切るぐらい、49で、で型落ちモデルがあって、それがもう2万円安いかな、7キッパぐらいだからね、もう8万円対10万円ぐらいね。で型落ちモデルを2万円っていうと値段で釣られるんだったらそっち型落ち買うけど、パナソニックを選ぶ人はもうやっぱりああこっちの新しい方がここがパワーアップしてから、やっぱエンジンも新しい方がいいからこっち買うっていう人が多いと思うだね。それかちょっとしょぼいのあれだけども、まあ、新しいのより、あ、これ安いの片押しでいいからちょっと安く欲しいわっていうね、このなんとか美味しいってこっち側のグループでは嫌だっていうね、
なんとかしがみ市に行きたいっていうグループと分かれるわけなんだよね。なのでもう真っ先におじいが選ぶときにね、見たのもうここ LED IPS パネルね、もうここいいよね。まあ、あと高画質エンジンね、パナソニックの高画質エンジンはね、でもおじい東芝好きじゃないけど、東芝の高画質エンジンも結構あれ良かったんで、なのでね、まあ、パナソニックが悪いだけじゃなくて、パナソニックの高画質エンジンも結構綺麗だよ。今までビデオ使ってもテレビ使ってもね、すごい綺麗なエンジンなんで、もうそれが当たり前で見てたんで、昔からねパナソニック使ってて、もう他のもの見ると汚く見えるっていうのがパナソニック使ってたから、それが当たり前だと思ってから、だからそうなんだよ。だおじいが一番最初に自分で働いて買ったテレビがナショナルのね、なんとか2000ってやつ、2000文字多用のやつで、シャープが10万円で19インチかね、売ってた時代にナショナルのその2000文字多用は20万円だったね。でナショナルは値引きしてくんないよね、ご近所さんから買ったんだけど、でも全然良かったね。まあ、きめ細かいし、もう全然普通のテレビをね比較しても、うちの姉貴がその安いシャープの10万円買ってね、で自分はパナソニック20万円買ってね、ふんふんって感じで、もう全然違ったから当時ね。シャープはいろんなことで挑戦するけども、でもちょっとこう安いね、パナソニックよりやっぱ落ちるよねっていうね、ちょっと違う、ね、だから目の付けどころが違うでしょっていうのは、まともにやったらあれだけども、ちょっと違うところをクローズアップしてここどうみたいな売り方がシャープなんだよね、あれってね。でおじいが思いでよ、勝手にね。でまあHDR 対応とかね、まあ、ここは当たり前として、はい、スピーカーのワット数ね、これが30ワットで、録画機能式のやつはただの30ワットなんだけども、録画機能式でないやつはドルビーアトモス対応ってね、これが今テレビで宣伝してる一般的なテレビとビエラってね、こうやってこれが要はサラウンドの一種だね、これね、ドルビーのね、この技術を使ってもう音がいいよって、まあ、これはどの日立のウーだってサラウンドをオンにしろブワーってこうなるけどもさ、まあ、一般的なやつっていうのはそういうのがないのと比較してるだけの話だと思うけど、でもスピーカーのせいで30ワットあるでしょ、30ワット元気なおじいのやつは8ワットで、大体安物の50ワット、ね、51前後ぐらいのやつだと大体10ワットでしょ、ね、30ワットついてんので、おじいもパナソニックの、ね、テレビをずっと何台か買い替えてきてたけど、パナソニックはやっぱスピーカーも良かったよ、他に比べるとね。なのでもういろんなところからやっぱカタログもらってきて比較しながらね、どれがいいかななんて言いながらね、あやっぱパナソニックいいななんて言いながらね、結局買うのはパナソニックだった。あもういろんなところでもう細かいところ負けねえぞみたいなのがパナソニックだよね。だからその分おじいちゃんかかって当たり前なんだよ本当ね。だって30ワットのスピーカーの原価と8ワットのスピーカーの原価ね、大きさも違うし値段も違うしね、だヘンテコなもの音がゼタ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 してもしょうがないしね、ちゃんとなるものパナソニックだったらもうブランドの名にね恥のものをつけるはずだからね、一流のものだったら言わなくてもちゃんと耐えられるものを選んで使ってるはずなんでね。で、まあやっぱさすが10万円だからね、4K チューナーが2個搭載、 4K を見ながら 4K も録画できる、で普通のチューナーは3つついてるね、ダブル録画できるってことはね、何かを見ながらダブル録画ができるチューナーが3個あればね、まあそんな感じだね。なのでまあスマートスピーカー連動してるしね、うん、いろんなアプリも対応してるし、 HDMI も4個あるし、 USB 3つもあるのね。まあ、大体このもう使用表を見てるだけでもうここだよね、 4K 液晶テレビね。まあビエラは硬いよ、もうガッチガチに硬いよビエラは。おじいもお金があったらビエラが欲しいもん。
ソニーとパナソニックとね、どっち選ぶって言ったらおじいの好みはパナソニックなんだよ。でもいろんな技術でだから妙なこだわりみたいなところがね、ソニーいいんだよ。ちょっとマニア心をくしぐるんで、もうリモコン1個にしてもなんかね、ちょっといいんだよ、上のグレードのやつはね。なんでね、まあコーツ付けがたいって言ったらあれかもしれないけども、でも一般のお茶の間で普通に使うテレビだったら、おじいはパナソニック選ぶ。と言いながら、ウーを買ったんだよ。悩んだよ、日立のウーの、プラズマ買うときに。パナソニックのプラズマ買いたかったんだけど、で、電気屋さんも何度も何度も出向いてって、わあ、いいな、いいな、いいな、ってね。もう、もう今までずっとパナソニック一つでやってきたのに、ね、ああ、これ日立みたいな感じで思ったんだけど、でも、値段がね、安いんだよ、日立。その当時ね。まあ今もそうかもしれないけど、日立ね、安くて良かったんだよ。その、中華と比べるような、そういう、みたいなものがなくて、まあ許容範囲で、ああ、安いねって感じで。だからその時もそうなんだよ。プラズマの時代なんてね、もうパナソニックと比べたら何万円の差があったんだよね。もう今の差額がその2万3万とかのレベルじゃなくて、もっと大きな差だったからね、パナソニックと日立っていうと、ね、だからさすがにおじいもね、残念だったけど日立にしたけども、でもウーを使ってて大満足が続いています。満足だったじゃなくて、満足がまだ継続中です。ね。で、壊れねえし、ね。まあ、パネルのね、ちょっと初期不良っていうか、価格コムでわーってなったのがあって、で、2台買って2台ともそれに該当したからね、交換してくれました。ね。当時、HP02 っていうので、解像度がね、若干ちょっと HP03 よりもよかったんだけどもね。でも、03の方がなんかこう、荒くなった分だけ発色が綺麗になってね、まあ、ちょっとパワーアップして DLNA 機能がなって、で、ハードディスクも、HP02 は、3.5 インチがね、2.5 インチになったりとか、まあ、いろんな部分でこう、進化してたんで、まあ、DLNA 機能がついただけでね、他の部屋とやり取りできるっていうのが魅力だったんで、まあ、新しいの交換してくれるよっていうから、ああ、じゃあお願いしますって感じでね、やってもらいました。サービスの方もものすごい良かったんだよね。なもんでね、で日立のサポートは電話かけても技術の方がねすごい知識もあるので、リンクが再接続できない、HDMI がね DLNA 機能が働かないとかね、連動機能がいかないという時にはもう電源抜いて長い時間放電するんだよってね、一瞬抜いただけではダメだよとかね、そういうのもちゃんと他のところでは教えてくれないサポートがもう一生懸命お付き合いしてくれたのでね、なのでね、もう日立はサポートすげえいいなと思ってね。まあ、当時、結構年配の方のサポート、技術の方に仕上げてもらったんだけどね。うん。ね。まあ、サポートのね、困りっていうかね、まあ、パナソニックも悪くないけどもね、ただ大手さんなんで、ちょっと何かあった場合とかめんどくせえかなっていうね、そういうのはあるよね。まあ、ビデオデッキもね、パナソニックのビデオデッキ、まだ地デジになる前ね、CM スキップ機能がものすごく優秀だったよ。ほんと。たまに音声多重とか、こういろんな変なのが入ると、たまにミスるものもあったけど、いろんな出来が一番使いやすかったよ。自動 CM スキップ機能はね、めっちゃ正確で、めっちゃめちゃ良かったよ、ほんと。ね、ただ、なっけ、キーワードから選んでくれるのはやっぱソニーのすごろくが良かったんでね、当時ね、うん、まあ一長一短あるけども、パナソニックはとにかくもうこれ選んどきゃ間違いない。でおじいのリアルのね周りのお友達で、でご家族ね、例えば女性でおばちゃんとかね、あと年配の方ね、たまにね次が買い替えたいとかっていう場合ね、なんか来るじゃん、またあもうパナソニックだねってね、もうパナソニックのガイドなんて喋るからさ、もういきなり、あれ最初に喋ったのパナソニックじゃねえの、なんかね、綺麗な、それでは設定を始めましょうじゃないよ、本当
それでは設定を始めましょうみたいな、おーってびっくりしたよ、ね、だからおじい電話でも何でもずっとパナソニックを買ってたし、もうパナソニック買っときゃ間違いねえっていうね、本当昭和の時代のおじいは本物志向だったね。一種の力か、ね、まあそんなわけだよね、まあ確かにね。で今回のね、内容なんだけども、うん、よいしょとね、一つ安物買いの銭失いってことだねってね。いやでもこのままおじい使うから別に買い替えたら銭失うかもしれないけど、別に安物買って失ってる銭と高いもの買って失ってる銭は、高いもの買っても銭は失ってるよ、ね、安物買いはね、銭食い止めね、ダダ漏れ食い止めね、ストップね、ストップダダ漏れね。なので、まあ、安物買い代表としてね、ここは声を大にしていますね。安物買いの銭失いっていう、ね、ことではないと思うよ。安いもの買ったからその安いもの分の機能と性能を手に入れたっていうことなんだよ。タラララッタ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 ン、元気なおじいはね、多少少ないお金を出して大型のテレビを買って YouTube で説明するのに楽になった、タラララッタ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 ンっていう、それだけのお話なんだよ。テレビで見ようと思ってないし、ね、なので、お金を持ってる方はね、ビラを買うね、お金をたくさん出してタラララッタ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 ン、ビラを買ったお客さんはね、お金を使ったけどもその分のいっぱいの機能を手に入れた、大型を手に入れた、ダラララララーン、画面が綺麗、ダラララララーン、スピーカーもすごくいい、ダラララララーンとかね、こんな感じでもうダラララン、ダラララーンが止まらないぐらい、それをお金を出して買ってるんだから。だから安物買った人はそこを買わないっていう判断した人だから、必要な最低限のものだけを手に入れたっていうね、そういうことなんだよっていうね。だからまあ出したお金とトレードオフなんで、なのでそこのところの割合は変わってないんじゃないかなと思うよ、ね、と思いたい。で安物を買ったら1ヶ月後に1000円が入ったとか、まあ、いろんな報告とかあるよね、よくね、食料が多いとか、何回買えてもダメだったとかね。でそこら辺がやっぱ一流メーカーのところはチェック体制が結構厳しいんだよね。なので確率がかなり低くなってるのも事実でも、初期不良が全くないかというとそれはない。移動中になんかガタガタガタっとなってね、なんか肌のクラックがこうだなって、まあ そこまでのやわな作り方はしないと思うけど、まあ、何かの関係でっていうのがあるよね、衝撃とかね、輸送中のね。なので、まあ、検査漏れっていうのは、まあ、あんまめったないと思うよ、本当。作るパーツ1個ね、線の長さ1個までとにかくね、中で使う線をカットしたりとか、そういうところの工場も行ったことがあるけど、もうこれ一流メーカーの指定っていうのはものすごい、もう 0.、ね、もう 0. 何ミリとか 0.0 何ミリ、誤差がこれぐらいいないっていうね、そういうのも決まっていて、でもうそのパーツ1個1個の検査とか、もう検査してる人たちも目がみんなしょぼしょぼだよ、本当ね。でそこのところからね、で何か合わないと厳しい検査ですぐに突っ返して戻されるね、会社がこうね、だからそれだけやらないと受けたところが全部ね、材料代全部負わなきゃならないから、すっげえ厳しいし、もう組み立ての正社ラインのチェック工程がないから結構厳しいからね。すっげえ厳しい。一流メーカーはみんな、どこもみんな厳しいよ、本当。三菱も厳しいし、日立も厳しいしね。パナソニックとかないけども、でもソニーも知ってるかな。ソニーも中入ったことあるからね、何度かね、うん、なのでね、まあ一流というか国内のところはものすごい厳しいので、なのでその分のお金を払ってる。
で国内の会社はやっぱね、会社自体も大きく、会社自体のビルのお金もすごいお金かかってるし、もう人もいっぱいいるわけだしね、とにかくいろんな経費をかけながらね、いろんなことをやってるわけなんで、それをみんなで分散してるわけだから、だからね、高いってことはないんだよね。それだけのものをまとめて買ってるわけだからね。だからあのテレビを買うときに、何年保証プラスアルファでつけますかっていうね、 あれの延長上にあると思う、おじいは。だからね、バッテリーの明るさのね、この技術をね、プラスで買いますか、はい買いますって感じでね、テレビのリモコンの反応を押したら瞬時に反応したり、これでもちょっとパッぐらいの方で、たまに行かないとかでもいいですか、ああやばい反応、じゃあプラスいくらなの、タラランとかね、こうやってね、全部の、で、あと、初期不良とか嫌ですか、置いてもなるべく安心したというか、確率論で言うと、何分の1になりますよね、ああ、じゃあそれもちょっとお願いしますとかね、こうやってどんどん買ってくるよ、じゃあサポーターどうしますか、フリーダイヤルがいいですか、置いても0570がいいですか、それともメールだけにしますか、ああ、なかったらもう、電話でお願いしますよって、フリーダイヤルもかかるからね、結局ね、設定したことに。それでも全部みんなで受け取ると、やっぱりこれぐらいのお金になるでしょ、ってことなんだよ。だから高くはない。ちゃんとそれなりの価値だもんね。国産は高いっていう人がいるけれども、おじは高いとは思わない、ね。それなりの満足感はあると思う。これはもうずっともうパナソニックにしてもね、それにしても好きなものはずっとこだわっておじも家電買ってきて買い続けてきたんで、その時の気持ちはもう残ってるんだよね。本当ね。まあ今は訳あってね。安物志向になってるけども、数年後にはね、パナソニックを買ってるかもしれないのでね、可能性はゼロではないね。はい、まあその時でもおじい言わないよ、安物買いの人形次第だねなんてね、ハイセンス大丈夫っつってさーなんてねいやね、大丈夫だよ、おじいの買ったのよりは、真ん中のフィルムがあるから、この技術でエクリユーベーとかってね、言ってるかもしれないでしょ。ね、なのでね、まあ本当、出した分だけの満足感は得られるよっていうことなんだね。で、なんか変な中途半端なものを買うのが一番、その、もうパナソニックとか買っときゃ間違いないんだけど、ね。斜めから見ても綺麗だし、まあ唯一おじいがおすすめできるのは、家族で見るテレビはもうパナソニック一択だと思ってるから、本当もう使いやすさからないから、すべての面においてもパナソニック一択だと思ってますテレビね、うん、なのであとはだんだん妥協していくね、あとは好みね、マニアックな方の好みに行くもんだと思ってます。まあ、これがおじいの家電の今までの経験とパッと見た時のね、技術の比較、そして値段から見たおじいの今の意見です、これね。やっぱり一言で言うとビエラはいいな、うん、羨ましいな、ね、これがもう素直に出てくるね、本当ね。でビエラの今のこの価格が、今このモデルがね、よいしょと、はい、25% ね、ついてきて、GX500 なんで中段がない方の、おじがねいいなと思った方のね、こっちよ、もう完璧ですこれね。で、これが99,800円で 25% 相当ね、来るので金額が大きいから、この 25% というのがね大きいんだよ。ここが今一番安いかな、このギオン。おじい、ギオンで買ってるよ。ハイビジョンテレビブラウン管買った時に、おじいギオンから2台買ってるよ、36と32、うん、ギオン古いよね、ここね。当時ね、ギオンとかで買う時にね、先振り込むでしょ。なので、もう心臓バコバコだったような気がするけどね、評判とか見ながらね、当時も結構詐欺いっぱいあったから、ね、ギオンは安心だね。うん、まあ、99,800円から23952。
と998円はほら74,850円なんだよ。ね、ハイセンスとかが7万いくらだったでしょ。で 20%、 23% だか何パーだか 20% だかの還元で、でやっぱこの2倍の差がこの 25% っていうとまた大きいので、これハイセンスの上位モデル買うのと変わんねえってこと。でもおじいが出したのは46,800円で、でハイセンスだと7万ぐらいだかね、いくらぐらいかね、違うか、もっと5万ぐらいかね、LG とか出したらもう頭ごちゃごちゃになっちゃった。7万いくらからさらに安くなって5万いくらってなったんだね。なのでだからまあその差額の分だけやっぱ2万円プラスアルファってことだね。結局ねあんま変わんないんじゃなくて、これが下の定価と同じぐらいになったんだね。なので74,850円なんだよ。もっと元気なおじいが払ったのは64,800円なんで、じゃない、46,800円なんで、倍まではいかないけれども 1.5 倍にはなってるよね。49でおじいもっと55だからね。なのでやっぱそれなりの価値があるってことなんだよ、うんね。まあ、だからハイセンスもいいんだけども、でもやっぱこのできることならばもうちょっと背伸びしてビエラまで行けたら幸せだよね。99,800円。でもおじいがハイビジョンテレビネットが一番安くて、36インチは36万8000円か37万8000円ぐらいだったら通販でね、ここでね。で家電量販店だと40万円は切れないっていうね、そういうあれだったよ。どんなに値切っても小島山田行ってもダメだった本当。それで32型の方はだいたい32万8000円ぐらいだったかな確かね。本当だ、家電量販店では全然負けてくんない本当。でその時にさっき言ったスゴロクとパナソニックだから下にはね、やっぱね、親の方にはやっぱほらパナソニック、パナソニックの方がねリンクも使えるし使いやすいでしょ。もう昔からナショナルだから、おじいが物心ついた時から我が家のテレビはとか全部ナショナルだったから、初のビデオデッキもナショナルだったから、だからもうナショナルに慣れてるので、だからもうパナソニックで揃えてあげようと思って、でこのネットで全部揃えた金額と山田小島でもうこれ以上賄んないよってまとめ買いしてもここまでだよっていう値段の差が10万円あったんだよ。大きかったよ、ね。でもその時通販で買うっていうのはものすごく不安だった。で佐賀急便で来て靴の跡とかもあるしね、多少破れて届くので、で倉庫の中でちょっと眠ってたようなね、中に虫がちょっと入ってたりとかね、新品なんだけど、だいろんな訳あり品がぐる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 回ったのが来るので、なので当時はねよくバッタ商品って言ってたけどもね、バッタリー商品だよねってね。でもまあ安いに越したことはない。うちの兄貴が買ったシャープのやつも画面ちょっとこう斜めになってたもん。通常は十何万円で売ってるんだけど、現品限りでね10万円ポッキリで売ってたってね、微妙に斜めになってたもん。ああ これだから、これ戻されたやつでしょっつってね。いろいろあるよ、ね。はい、まあそんなわけで今回はパナソニックのビエラ買ってればね幸せですってことで、そのこの99,800円を払える人は、まあ当面の間10年ぐらいは幸せが続くっていうか、これを買った人はもうこれが基準になるので、特にいいものを見てるとは思わない。他自分がね、ただ他のものを見た時にあしょぼいなって思うんだよ。だからなんとか電気とかいろんなとこに行ってこれ回った時にね、あ今どんなのあそんな大してよくねえな、
これはまあいろいろ悪いな、だこれここは見ていいじゃんとかってね言いながらね、まあ、iPS だからね、本当ね、だからそうやってこれを使ってる人はその自分がいいものを使ってるっていうのは自覚してなくても他のものを見た時に、なんだこれダメだよ、ヤシもダメじゃんこれって、こうなってくんだよ。これが昔の人なんだよ、大体こういうもんなんだね。だからこういったのを使ってない世代がもうそろそろ出てくるからね、使ったらあー やっぱ違うなーって思う。でもなーって、だ今はこんなしまいだけど、おじいが買った時ってテレビもう49インチだったらもうこれあの49万じゃ買えないからね、昔のブランカー時代で49になったらあれ200万ぐらいでしょ。ソニーのなんだっけ、プロジェクションテレビだっかね、あれがいくら、あれすごい高いね、 100万だか200万だかしたよね、あれね、一般家庭用にね、ドットがよくあのゲーム屋さんとかしてるところに表のガラスの内側によくあってね、使ってたけどもさ、ね、ああいうのになっちゃうね、本当すっごいえらい高いんだよね、本当車買うのと変わらないんだよ、ね、そういう時代から見たらもうただ同然だよこれなんてね、本当消費税にもならないよ、その当時の50日と比べたらね。その中あ重たかったしね、一人で持てないからね、あのプロジェクション昔の熱いやつなんて言ったらね、無理、あれはあの最低2人いても重たいよね、 もっと重たいな、確かね欲しいなって思ったことがあったよ、本当ね。で宝くじ当たったら買おうなんてもね、宝くじ会の授乳次第なんて、本当にもうおじい宝くじ買わないもんだって、宝くじ買って当たっても投資した分は元戻ってこないからね、宝くじ会の授乳次第ね、まあ、ほんの米粒一粒分の方たちだけがってなるぐらいで、そこの中に入るのはすごい大変だよね。そんなわけで YouTuber も同じだよね、そこに入るにはものすごい大変なんだよね、なかなか入れさせてくれないね。はい、そんなわけで、今回はここまででございます。パナソニック、お金があったらパナソニックを買えば間違いがない、斜めから見ても全然大丈夫な IPS パネルでね、他のところはまあいろんなね、黒の沈み込みだとかね、発色がとかってなんだかんだ言ってても、でもやっぱ IPS パネルは強いよっていうことだね。はい、なんだけど、まあ、あと LG が10万円だよね、 LG が10万円で、4K テレビを買えるので、まあ、パナソニック買うのとよりももうちょっと高いかな、実売がもう1万円2万円ぐらい出さないと LG 買えないので、で LG がもしかしたらなんだけど、おじいが期待したいところは光沢パネルではないことを願ってる。多分、まあ、現物見たことないけども、 LG だったらこれが光沢じゃないわ、 LG は光沢じゃないんだよ、だからね、それを願ってる。これがそのままテレビになったらもう言うことないなと思うんだけどね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございましたね。参考になった方はね、グッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押してください。チャンネル登録もお願いします。またね、バイバイ。